ピカール歯ブラシで。オイル交換とか行った時にトヨタでボンネット開けたら、何これめっちゃ綺麗とか言ってなったらめっちゃおもろいやんな。何これって言ってくれるかな。めちゃくちゃ綺麗じゃないですかとか言って、あかん、これもう絶対ハマるわ。絶対ハマるこれ俺。ほんと綺麗になってきてるしこれ。風強いけど、よし。何これほんまにめっちゃいいやんこれ。ピカール歯ブラシ、今のところ最高、最強やな。よっしゃ。今日は、なんかもう昨日から、ツイッター見とったらみんな、雪で、なんか、こっち止まってるーって書いて、書いてて、まあ、大変やな、思って。気持ちは、わかります。よし、ほんまでも、無理せんといてください。ほんまに。まあでもほんまに、不思議なもんで、雪降ってもつける人はつける。これな、なんかな、昔からほんまつける人はつける。意地でもつけるもんな。よしよし。でもちゃんと寝て、もう無理せんと行ってください。よしよし。あと磨きながら喋ってんねんけど、まあほんまに30とか40代の子とかやったら、もうほんまにトラック今もバリバリ走って、もう体もバリバリ動くから全然何も心配せんでと思うねんけど、まあ50でもまだバリバリできると思うねんけど、まあ年齢に関係なく、みんなトラックを降りた時のことを想定して、想定、ちょっと言い方は分からんけど、言い方はちょっとおかしいけど、トラックを降りた時の自分を、考えて、してた方がいいなって思う。いざ降りてみたら、俺なんかは、まあほんまにできることやって、YouTube やって、してるけど、なんもやることなくて、トラック降りてってなると、ほんまにほんまに辛いから、なんかこう辛いというか、なんか趣味かな、そう、趣味、ほんまになんか趣味をなんか持ってもらった方が絶対にいいなと思って、今からいざ降りて、なんかほんだら今からなんか趣味探してやろうってなっても、やっぱなかなかやっぱりでけへんと思うねんか。で、なんやろう、まあトラック降りたらほんまに今までバリバリ走っとった自分が嘘みたいな現実に入るから、なんか俺前々トラック乗って東京とか行っとったんかなっていうのが、もうほんまに信じられへんぐらい、もう全然なんか昔のなんか俺が他人みたいな感じ、トラック乗ってたんやんな俺ってなって、んでなんかなんかもう降りてしまったら、なんかほんまになんかトラック乗ってたんが嘘みたいで、若干ほんでなんかこれ何やろな、ボケが入ってきてんのかな。わからんけど、なんかみんなももし辞めることになった時に、トラックをもう降りるってなった時のことを想定して、今からいろいろとなんか模索、趣味とかなんかやりたいことリストを考えてた方がいいんちゃうかなと思って最近思います。トラックの運転とかそんな
何やろ、安全運転とか、もう今すごいもうそういうのピリピリしてみんな一生懸命やってはると思うねんけど、ほんまに若い子はまだまだバリバリいけるけど、ほんまに年配の人とかもうほんまにこう降りた時のことをイメージして、なんか今からいろいろ取り組んだ方がいいんちゃうかなって、昨日なんかサンマのからくりテレビ見て思ってん。なんか例えば今俺なんか50やけど、20歳のほんぽなっかーって元気にしてるかー言うてまあ昨日年でもう80歳とか100歳とかのおじいちゃんとかおばあちゃんが20歳の頃の私とか言ってまあ名前忘れたけど、なんか元気にしてるかーとか言って呼びかけとって、20歳の時とかなんか50歳になった時のことなんか考えてないやん。てか50歳になるなんか思ってなかったからな、ほんでほんまに、うん、そやからなんかでも20歳の頃の俺が話しかけるんやったら、トラックは乗ってよかったなーって思う。20歳の俺にトラック乗るのだけはやめとけよーとかまあ言わへんかな、乗ってよかったなー言うてなるかな。そうやな、お前は45歳になったら YouTube というものを始めるぞー言って言うて呼びかけて、よいしょ、最初は顔出ししなかったけど、今思うと最初から顔出ししてても何にも変わらんぞー言うて、ね、んでお前は YouTube 始めたら全国のいろんなトラック運転手からよいしょみんなから動画見て、いろんなトラックドライバーとかそうじゃない人らの人の輪ができるぞー言うて頑張れよーって言いたいよ。昨日のあのサンマのからくりテレビ面白かったね20歳の頃の私へー言うて、サブよし。そうやけど昨日のからくりテレビあれなんか再放送のなんかおじいちゃんなんかクイズのなんかグランプリみたいななんかクイズ、おじいちゃんがクイズの問題に答えるやつやねんけど、まあほんまになんかおじいちゃんわざとボケてるんかどうかちょっとわからんけど、なんか改めて昨日ずっと見てたら、あこれボケてるな、ボケてるっていうかわざとこれボケてるなと思ってちょっと思ってんけどなんか土曜の牛に食べるあれは何でしょうみたいな感じで、あれですよあれ言うて、でなんかすごいなんか下ネタ風に持って行って、え答えは何ですかって言って、インドカレーって言ったじいちゃんおって、いや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 、それボケ方ちょっとおかしいでと思って、そうなあ。でもやっぱり自分もああやって60、70、80になっていくから、あれぐらいボケれるようにならなかったな。
よしよし。だから、今、なんか、俺、トラック以外の業種の人を、業種ってもう全然わからんけど、トラック乗ってる運転手に向けてのメッセージは、降りたとき、自分が、どう生きていくか。自分がトラック降りたときに、どうしていくかっていうのを、目標とか、イメージをして、トラック、よし、乗ってほしいな、思って。やっぱり運転手、なんかやっぱり、事故したら、やっぱりもう免許も、やっぱり、いろいろ、点数減ったりとかして、結局乗られへんようになって、したときに、トラック運転手してたら、他の仕事なかなかしにくいところが正直ほんまにあるから、降りてほんならじゃあリフト乗ろうかとか安直に考えるけど、リフト乗ったら乗ったでやっぱり今まで逆の立場やったからあれやけど、煽りにボカーンぶつけられたらおあえてなるやんか。逆にその立場になるって思うとやっぱりなんかリフトもなんか怖いしなってなるしな、まあでもほんまに自分の得意分野、その今トラック運転手しながら降りた時のことをなんかこうイメージしていろいろと考えてほしいなって思います。俺はまあ年明けてからやけど、ちょっとほんまに田中坊とつのちゃんと便利屋を始めます。まあここで言うのまた今度改めてアナウンスさせてもらおうと思ってんだけど、便利屋を細々とやっていきたいなって思ってます。んで田中坊とつのちゃんと会社立ち上げてやっていきたいなって思ってます。まあそれで俺がもし死んだら